新時代のトレンドを担う Z 世代の女の子たちに向け、さまざまな企画を行っていくテレビの枠を超えた新感覚の情報バラエティ番組。Z 世代のカリスマ的存在である2人が、なりたい自分を目指す女の子のための情報をお送りします。始まりました、カバーガール TV ネクスト。今回2回目です。2回目、シャープ2。どうですか、前回見ました、放送見ました。なんかちょっと自信つきましたね上手に編集していただいてありがとうございます。なんかもう本当にゆるさがすごい出てて、うんうんうん、なんかあ、これで大丈夫だったんだって思いましたよね。今日も頑張ろうねもうこの空気感でいけるってことが分かったので、うん、いこうと思います、はい、なんかあっこにお任せ、はい、生放送に出演させていただいて、うんうんうん、緊張した？いや、全然、このカバーガール TV の第1回よりも全然緊張しなかったです、うん、こっちの方が緊張感ありました、すっごい、ベテランの方が多いかな。そうですね、あのなんか最初 の、 あの楽屋周り、楽屋挨拶が、うん、あれ緊張して緊張して一番緊張するやつ、初めてやったんですよ、私、うん、本当に皆さんベテランの方ばっかりで、挨拶行くのすっごい怖くて、でも行ってみたら皆さんすっごい優しくて、うんうんうん、でスタジオに入っても多分私が緊張してるっていうのが分かったからか、うん、皆さんこう喋りかけてきてくれて、場が和んだところでじゃあ本番始めますみたいな言われて、なんですっごいもうリラックスしてできました。あっこさんは怖かった？いや、なんて呼ぶみたいな、名前なんて呼ぶって言われて、そう、影井さんかひなちゃんとか多いですって言ったら、あ、じゃあひなちゃんねって言ってくれて、よろしく、今日はよろしくねって言って、素敵、イメージが変わりますね。だ、楽しかったなっていう印象でした。それでは早速、はい、一つ目の企画に参りたいと思います、はい、前回鈴木優香さんが、うん、もう楽しかったって言われた、はい、チャレンジ TikTok タイムです。イエーイ大好き、これ大好き収録終わった後も、うん、もうずっと TikTok 楽しかったってもうずっとおっしゃってたから、そう、まあ、すごい楽しかったんだなと思って今日は何を？いいじゃんこれゲームみたいな感じ。そうなんですよ、上から髪の毛が降ってきて、最終的にこう髪の毛を全部集めれたら、髪が生える、こういう風に髪が生えるんですけど、頑張る。3回あるんですよ、落ちてくるのが上から、うんうんうん、でそのうち1本でも逃しちゃったら、はいはい、ゲームオーバーって感じです。あ、そうなんだ。そうです、私これ撮ったんですよ、全然成功できなかったです。でもゲーム得意だから。あ、じゃあもう早速やっていきましょう、それはもうということで、今回も TikTok 挑戦していただきましょう。いきます。え、今クリア？クリアしてない。あ、クリアした。ちょび生えた、ちょび生えた。え、ちょび、ハゲちゃった、ハゲのまま。じゃあちょっとお手本を私もこれなんかもう本当にめちゃくちゃ撮って、そのうち、うんうん、2本しか成功しなかったんですよ、めっちゃ難しくて。これいくぞ。あ、今の成功？あ、ごめんごめんごめん、難しいね。あ、え、いい感じ、いい感じ。あ、これ、あ、ダメでした。あれ先輩、あれでも動き方はプロだったよ2人とも失敗に終わるやつかもしれないな。はい、これは取れる。え、ダメ？なんか滑り落ちるから、あ、こうしたらいいんじゃない？あ、ほら、どう？え、なんかダメだねセンスないみたい。ゲーム得意って言ってたけどこれは違うね、運動だね。スポーツは苦手なんだよね多分なんか白黒になっちゃった。これ難しいね。ダメだった、落ち込まない。いけるいけるいける。あ、ダメみたい、惜しい惜しい、本当に。あ、
ダメだね。ダメだ。近くでやった方がいいのかな。このさ面積がさ、あ、大きくなるから。確かに。それはいいかも。近くで行きましょう。あれ？来た。あ、というわけでもないね。あ、でも、あ、でも、でも。ちょい生えた。さっきよりはマシかも。いけ。あ、うまい。わ、うまい。え、あ、いけ。あ、今のさ、バグですよね。っていうこと。え、絶対でもすごい上手。いい感じ。え、これで全部いったらモサモサになるんだ。え、これいけてたよね。いけてた。これ絶対いけてた。これちょっと文句レベル。これはちょっと、うん、なんか前回とは違ってあの、うん、ゲームの感じがすごい楽しかった。ので次回も楽しみにしてます。ちょっと暖かくなりましたもん、体ポカ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 しちゃって。今回撮影した動画は番組公式 TikTok で公開しています。そしてここからは新コーナー、今日の MC。 MC の2人が日常の一コマを撮影。今日の MC 影井ひな、仕事の合間ルーティーン。早速寝てるところからでごめんなさい。この日は朝早かったので車内中寝てます。この日はお仕事が近くであったので空いた時間にお洋服を見に来ました。ここはいつも私が好きで買いに来るフォーワイドというお店です。こちら皆さんのおかげで出版できた写真集です。自分の本ができたっていうのがすごい嬉しいです。もう親ももう予約したっていう LINE が来ました。お気に入りのページどこですか？お気に入りのページ ここです。おー、ここがすごい好きです。もうヘアメイクさんに無理をお願いして、こういうヘアメイクやってみたいんですって言って試行錯誤していただきながらやっていただきました。このヘアメイクのページ楽しかったです。これもですね、ニョロニョロ前髪がずっとやりたくて、でも自分じゃこんな前髪とかできないんで楽しかったです。でも全部基本楽しかったです。いろんな可愛いお洋服着て、もう本当にいろんな内容が盛りだくさんになっているので、ぜひご覧になってください。続いての企画が、はい、ガールズ生質問コーナー。何でしょうね。生質問。ガールズ生質問コーナー。収録中にインスタライブを開催。そこでコメントされた質問に MC2 人が生でお答えしていく企画。さらにコラボでの生質問にも直接お答えしていきます。イエーイ。ちょっとなんか緊張するね。これはこれで緊張するね。楽しみ。では早速、はい、ライブ配信スタートします。滑らないです。結構気に入ったこの顔。かわいい。じゃあやりましょうか。ライブ配信これでいいのかな。ね、押して、お、ライブ配信中です。どうやってエフェクトつけるの。これかな。これトナカイにしよう。あ、これがトナカイ。さあ来るかな。みんな起きて。お、あ、でも誰か入ってきた。こんにちは。こんにちは。動画のリクエスト来てますよ。あ、なんかいっぱい来てる。来てる。これ放送に乗るからね。許可してください。放送に乗るから。乗ります。わこんにちは。こんにちは。ちょっと音があれだね。
こえてる。こんにちは。こんにちは。あ、嬉しい。あ、ノンノも。ノンノ持ってくれてる。ありがとうございます。いやー、なんか質問ありますか？うん、マスクをするようになってから、うん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 、メイクとかファッションで、なんか変わったこととか、こだわりとかありますか？ピアスとか、なんかアクセサリーでちょっとマスクしてるけど、盛ろうと思って頑張ってます。私はあれだな、リップをしなくなりました。確かに、リップしなくなった。マスクの内側についちゃうから。あ、お時間です。ありがとうございました。ありがとうございました。また。これどうやって終わるの？終わり方わかんないみたいな。初のインスタライブで戸惑う二人でしたが、こんわーこんにちは。これちょっとドキドキするね。楽しい。今年一番思い出に残ってる出来事とかあったら教えてください。教えてください。もう今年ずっとコロナのこと考えてたからそう、そうですね。なんだろうなんだろう。でもこうやって番組を持たせていただいたってことが一番結構嬉しかったことです。印象に残ってます。いろんなお仕事をさせてもらって、あのいい1年になりました。はい、じゃん。今日トナカイなんですよ、ね、これ。こんにちは。はじめまして。二人とも可愛いです。嬉しい。なんか質問ありますか？私すごい自撮りが苦手なんですけど、うん、なんか写真を撮ってもらうときに、うん、なんかコツっていうか何かありますか？コツか。自撮りの時、たどりのとたどりです。特にたどりか、スタイルよく見えるようにみたいな。自分の角度を見つけるしかないかなって。それが一番早いかも、なんかいっぱい撮ってもらって、あ、もちろんダメなのもあるけど、これいいなみたいなの見つけるといいかもしれないですね。本当にそう思います、たくさん撮ってもらうこと。早い。お時間が。またありがとうございました。ありがとうございます。お、来てますよ、これ質問。ファンからもらって嬉しいプレゼント何ですか？結構何でも嬉しいけど、やっぱ手作りのものって特に嬉しいかもしれない。手紙が一番嬉しい。嬉しい。元気出ますね、励みになります。私手紙ってすごい書くのに時間かかるから、その時間をその私のために費やしてくれたっていうことが、ね、思ってくれてるっていうのが嬉しいですね。見返しちゃいますよね、はい、もらったら、よく読んだりする。宝箱に入ってます。もう一個来てますね。二人の共通点は何ですか？じゃあこれがもうラストの質問かな。ありがとうございます。二人の共通点なんだろう。髪型髪型。 あとあれですね、ブラックピンクが好き。あ、そうなんです。あ、今日忘れちゃった。あれ持ってこようと思ったのに。次持ってくる、次持ってくる。あと空気感が似てるって言われたかな。うん、それは思う。うん、テンションが似てるみたいな。とても楽です。心地いいです。はい、配信終了。配信終了。早かったな。寂しい。楽しかった。なんか良かった、見に来てくれて皆さん。ありがとうございました。ありがとうございました。これ、あ、終了するでいいのか。切るよ。バイバイ。あ、初めてやったかも、インスタライブ。楽しかった。普段やります？インスタライブ普段。なんかコロナの時とか結構暇で、蒙古タンメン食べながらとかやってた。私辛いの大好きなんですよ。周りに辛いの食べれる子がいなくて。いない。そう、食べれる食べれる。行きましょうよ。ね、辛いの食べに行こう。全然食べれるよ。じゃあブルピンのライブ行く前に辛いの食べて。賛成賛成。ちょっと一つ予定が埋まりました。嬉しい。今日の MC 鈴木優香、毎日欠かさないお勉強。今から韓国語の勉強します。なんか6月ぐらいからずっとやってて、こうやって、あの何？単語をひたすら書いて、ちょっと汚いんですけど、書いて覚えたり、あと毎日、
日記もこうやって書いて、この辺とか先生に添削してもらってます。であとはあのブラックピンクが好きなので、あー見えないかな、こうやってブラックピンクの歌詞を翻訳和訳したりしてます。意外と簡単で、なんか趣味みたいになりました今は。もうでも今日ちょっと宿題が多くて頑張ります。ということでバイバーイ、アンニョーン。